はい、今回ですね、四国は香川県のキャンピングカーメガディーラー岡モーターさんが製造販売しておりますミニチュアクルーズアトレー、こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、このですねミニチュアクルーズ当チャンネルでもですね結構ご好評いただいておりまして、まあ、軽バンコンカテゴリーの中ではですねこのミニチュアクルーズがね非常に人気があるかと思います。そして今までのですねベース車両は実はスズキのエブリーバンというのを使っておりました。そしてその中でも、まあ、8割9割ぐらいはですねターボ車をですね選択していただいたんですよね、まあ、ところが、まあ、この度ですね、まあ、大人の事情でスズキさんのですねこのエブリーバンの、まあ、ターボのですねカテゴリーがなくなってしまったんですよ。するとですね時を同じくして、まあ、2021年現在なんですけど17年ぶりにこのダイハツのアトレーがですねフルモデルチェンジを遂げたんですよね。そしてその中にもですねもちろんターボ車があるので岡モーターさんがですねアトレーベースでこのねミニチュアクルーズを作り上げたんですよ。はい、この動画を見ていただくとですねアトレーベースのミニチュアクルーズが一体どういうね軽キャンピングカーかというのが分かりますのでぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますのでご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。動画の車両のベース車両はダイハツアトレー RS4WD、 ボディカラーは6色から選択が可能です。今回のカラーはトニコオレンジメタリックといって目を引くオレンジです。外部電源取り入れ口は車両後方ナンバーの横にあります。こちらに専用コードを差し込み AC100V コンセントに接続すると 100V にてサブバッテリーを充電することが可能です。バックドアハンドルのすぐ横には RS 標準装備のバックカメラが装備されております。外装も非常にスタイリッシュですので今までの商用感は非常に薄れているかと思います。それではアトレーの運転席助手席をご紹介します。運転席周りも非常に乗用車ライクになってきておりますのでスタイリッシュですよね。最近は一般的になってきましたけどもエンジンをかけるときもプッシュエンジンスタートです。シートのデザインもダイヤ柄でそして厚みもそこそこありますので乗り心地が良さそうですよね。これなら長時間の運転も耐えられそうですよね。続いてハンドルですがオーディオやハンズフリーそして画面の表示切り替えなどもこちらでできます。ナビの取り付け場所も9インチまで対応できるスペースもありますしエアコンもこちらに装備されております。現在シートを一番後ろまで下げておりますが私が座ってもこのぐらいの余裕がありました。オプションでスマートインナーミラーをつけるとバック映像を走行中常時確認することができます。助手席側もドリンクホルダーや収納スペースが豊富にありますので助手席に座っている方も快適に旅を楽しむことができそうですね。キーフリーシステムがありますので鍵を持っていればこのボタンを押すと施錠・解錠をすることができます。そして軽自動車では非常に珍しいイージークローザー付き両側のパワースライドドアがあります。これは事前に予約をしていくとドアに近づくだけでスライドドアが開いてくれます。大きな荷物があるときは非常に重宝します。またタッチ&ゴーロック機能がありますのでドアを閉め切る前に車を離れることが可能です。またこのサイドミラーについてはボタン一つで格納することができます。また運転支援機能スマートアシストがついておりますので非常に安心です。
このミニチュアクルーズは4人乗車ですので、後部座席に2人の方が座ることができます。実際にこのように座ってみましたが、大人の方でも2人余裕で座ることができました。続いてこのセカンドシートをベッド展開をしていきます。まず助手席側のシートのヘッドレストを取り外し、背もたれを倒します。運転席側も同様にヘッドレストを取り外し、背もたれを倒します。そして運転席、助手席の後ろには21段階調整ができるこのリクライニング機構を使います。このバーの上と先ほど倒した背もたれの上に4分割のマットを乗せます。そうするとこのようにフラットになりますので、広いベッドが出来上がります。ベッド展開も工程が少ないので、女性の方でも簡単に作ることができるかと思います。この岡モーターさんのベッドマットは3層構造の60ミリ厚ですので、非常に寝心地はいいです。セカンドシートの足元にはスペースがありますので、キャンプ道具などを積むことができるかと思います。軽キャンピングカー、特に軽バンコンに関しては収納スペースも少ないですから、こういうデッドスペースを有効利用したいですよね。映像を見てもわかるかと思いますが、このベッドマットはかなり水平に保たれておりますので、寝心地も良さそうですよね。実際にこのようにあぐらもかけますし、大人の方だったら2人ぐらいは寝れるスペースでした。反発力も適度で寝心地いいですよ。はい、それではですね、ミニチュアクルーズアトレイの室内をご紹介します。メインスイッチに関してはですね、この運転席のこのね、後ろにあるんですけども、この上部のですね、棚のここにですね、メインスイッチがあります。こちらですね、メインスイッチと、これはですね、照明のスイッチなんですけども、この A というボタンを押すとですね、このセンターの照明になります。はい、センターのですね、照明はこのね、スポット、ダウンライトがですね、3つ LED の照明があります。これはですね、ここで実はですね、オンオフもできますし、こうね、タッチしていくとですね、これ調光、3段階の調光ができるようになっております。このね、照明が1個、2個、3個ついております。はい、そしてこのね、センターのこの照明はもともとですね、このアトレについている照明になります。そして B というボタンを押すと、こちらのですね、エントランススライドドアの上の間接照明がね、つけることができます。そしてこのですね、メインスイッチに関しては、これ M と書いてるのがですね、メインバッテリーの電圧が 12.3V、 S がですね、サブバッテリーが 12.7V ありますよっていう風にですね、デジタル表示でバッテリーのですね、モニタリングをすることもできます。はい、そしてですね、こちらのですね、棚に関しては釣り戸棚になっておりまして、まあオープン形式のね、こういう収納になってますので、とですね、高さはそんなにないんですけども、奥行きもね、それなりにある照明がですね、こちらとそして後方側にもね、ありますので、小物なんかをですね、収納することができるかと思います。そしてこの下なんですけどもね、ティッシュホルダーがありますから、結構ですね、まあ、ティッシュ使うこと多いですよね、車中泊とかね、してると、まあ、使う機会も多いかと思いますので、これでデッドスペースをですね、うまく使ったですね、考えられたものかと思います。はい、そしてこの右側のですね、設備をご紹介します。こちらね、棚があるんですけども、これをね、ポリッと押すとこのようにですね、出てきますので、これ飛行機の中ね、収納みたいな感じもしますよね。これちょっとしたものもね、収納することもできるね、こういう収納もあります。そしてこちらの方にはですね、はい、スポットなんですが、 LED の照明があります。もちろんですね、ここでオンオフもできるんですけども、はい、こちらの方でね、まあ、キッチンのですね、まあ、ギャレーをこう照らしてくれるんですけども、こういう照明もついております。そしてこちらの方にはですね、はい、シンク、角型のですね、シンクと、蛇口がね、あります。でこれはですね、もちろんここでね、手洗いだとか洗い物もできますし、これ引き出し式シャワー蛇口になってますから、ここからですね、引き出しをして、実はですね、アウトサイドのですね、まあ、シャワーとしてね、まあ、シャワーといっても水だけなんですけども、まあ、キャンプ道具を洗ったりだとかね、ワンちゃん飼ってる方はね、これワンちゃんの足洗ったりすることができますので、こういうね、使い方もできるかと思います。給水タンクは右側のキャビネットに収納されております。ミニチュアクルーズに関しては引き出し式シャワー蛇口が標準装備ですので、こちらを引き出してアウトサイドでキャンプ道具を洗ったり、ワンちゃん飼っている方はワンちゃんの足などを洗ってあげることが可能です。ただ使用する場所には注意が必要ですので、ルールとマナーを守りましょう。
排水タンクは運転席後ろ、腹下に装備されております。容量は同じく10リッターでステンレス製です。もちろんバルブもついておりますので、しかるべき場所で排水することが可能です。そしてこちらにはですね、ここからね開けれるんですよ。はい、そうするとですね、これお母さんがね使ってるこのヒンジすごく頑丈なんですよね。これ全然これ押してもねびくともしない、こういうね足が2つこちらとこちらについておりますので、ここでですね結構こうね調理する時もこうまな板とかを置いたりだとか、湯沸かし器だとかね、そういうのを置いてこういう調理することもできますよ。これでなかなかねいいスペースかと思います。はい、そしてちょうどね今開けたんですけども、はい、こちらの方にですね、はい、給水タンク、シンクで使うですね給水タンクと、こちらがですね、はい、100V のですね充電器があります。そしてこのね板を開けると、はい、この下にはですね、ヒューズね、12V のヒューズもありますし、まあ、充電のねこういうセパレーターもありますしね、この下にですねちょうどですねサブバッテリーが収納されてます。そしてこちらの方にはですね、はい、100V のねブレーカーだとか、まあ、電装品関係がねこちらの中に集約されております。はい、そしてねこのシンクの横にはねちょっと今カーテンがあるんですけども、はい、こちらをねちらっと見るとですね、はい、100V のコンセントと 12V のですねシガーソケット、そしてこれねオプションなんですけど、ベバーストの FF ヒーターがついてます。FF ヒーターのスイッチに関してはねこちらにつきますね。このような感じになっております。はい、今度はですね助手席側のこのですね棚をご紹介します。こちらにはですね、はい、収納がねこっちはちゃんと蓋付きの収納があるんですけども、このような感じでですね結構ね奥行き20数センチぐらいあるかな、で横幅40センチ弱あるですね収納スペースがあります。こちらと、はい、この下にはですねタオルハンガーにもなるね、こういうねフックもありますから、 S 字のフックかけてねシェラカップだとこう引っ掛けたりだとかっていうこともできますし、もちろんタオルをねかけることもできるかと思います。そしてこちらにはですね照明がねあります。この照明はここでオンオフができるんですけども、照明もあります。そしてこちらの方にはですねカウンタートップになっておりまして、まあ、2つのこのドリンクホルダーもありますし、こちらですねコンセントとこれ USB のですねポートがあるんですよ。でこちらにはですね実はデスクワークパッケージというですねオプション装備になります。でデスクワークパッケージの中身はと言いますと、もちろんですねこの、コンセントの部分とこの中にですね 300W のインバーターが入っております。でこのデスクワークパッケージに関してはこれね 300W のインバーターを使ってこのですねコンセントが電気がねこのスイッチを入れるとですね、はい、このような感じ青く光ってインバーターが作動しまして、 300W のインバーターからこちらのね 100V を出すことができます。ですのでここから電気が取れますので、デスクワークパッケージ要はねここにパソコンだとかを置いて、まあ、デスクワークできますよねっていうオプションなんですよ。でプラスしてこちらのですね照明もね一緒についてきますし、はい、このですねエントランスドアの上のこの間接照明もこのデスクワークパッケージとかに入ってるんですよ。なのでもしですねこちらのキャンピングカーの中でデスクワーク、例えばパソコンだとかそういうことをしたいなっていう方はね、このデスクワークパッケージねおすすめします。でデスクワークパッケージの中身はこのねコンセント、そしてこのインバーター、そしてこの照明がね2つつくアイテムになっております。はい、そしてねこちらの方には先ほどご紹介した FF ヒーターのですね吹き出し口がありますので、冬はですねここから暖かい温風がねドワーッと出てきますので、この中ね非常に暖かく使えることができます。はい、そしてこちらにはですね DVD 付き、マルチウェイ液晶テレビというのがねオプションで付けることができます。これもですね今、まあ、走行状態はこう後ろ向きにこうなってますけどね、展開してあげるとちゃんとこっち側に前を向いてここに座りながらですねテレビを見ることができますので、まずですねこのテレビも展開してみたいと思います。オプションでこのテレビを設定されると2段階で調節できるテレビアームが付いております。まずは根元のロックを緩めるとこのように車両前方側にテレビが向きます。次に丸型のボルトを緩めるとこのように左右にスライドしますので、このようにすると車両前方側にテレビを向けることが可能です。
次に運転席助手席後ろのリクライニング機構をこのように持ち上げると斜めにすることができますので、足を投げ出してテレビを鑑賞することができます。はい、このねミニチュアクルーズはオプションなんですけども、プリーツ遮光カーテンというのを選択することが可能です。これで、ね、今運転席の後ろなんですけど、スライドドアのところもねもちろんカーテンがありますし、このですねキッチンギャレー設備のところももちろんですしね、このバックドアもですねフルにこのようにカバーするカーテン、そしてですね反対側もですねあります。はい、そしてですね左側助手席側のエントランスね、ドアにもこのようにカーテンがつきます。そしてはい、これね助手席と運転席なんですけどね、ここにもですねかけることができますので、このですね窓をフルでですねこのようにカーテンで覆うこともできます。これ、ね、オプションなんですけども、このねプリーツ遮光カーテンをつけていただくと断熱性能もですねいいですしね、プライバシーの確保にもね役立つんじゃないかなと思います。はい、このですねアトレーなんですけど、このね運転席助手席後ろのこのスライドドア、これねまあオートスライドになって非常にですね便利になったんですけども、この窓これね賛否両論ありまして、まあほとんどですね賛というよりねピーばっかりかもしれないんですけど、窓の開き方がですね、これくるくるくるって回すやつもなければ、ポチって押してね窓がウィーンって開くような仕組み、もですねないんですよ。で開けるとなるとこれをですね、はい、このような感じでちょっとこうね開けれる仕組みなんですよね。これね私と同じ例えば40代ぐらいの方はね記憶にあるかと思うんですけど、昔のねドア車ってねこういう方式のまあくるくるももしもちろんありましたしね、私昔ですね小さい頃三菱のですねジープに乗ってたんですけど、ちょうどねこれ運転席のねこの角のこの三角のところがねこういう開き方をするですね窓だったんですよ。でちょっとねこれまあ車中泊としてね、まあ後ろに乗ってる方がですね窓開けたいなと思ってもまあなかなかねこのミニチュアクルーズは後ろに乗る機会がそんなにないかもしれないんですけどね、車中泊としてもし使う場合これ、ね、まあ開けてまあ網戸にしたいなっていうふうにね思うかと思うんですけどね、まあ、その辺はですねさすが岡モーターさん、実はですねオプション設定をですね考えております。ペアアクリルウィンドウバージョン1というのとペアアクリルウィンドウバージョン2というのをですね実は設定しております。運転席のこの後ろのですね窓、こちらをですね実は取り外して、まあ、ちょうどね今トイファクトリーさんの車があるんですけど、このね窓これアクリル二重窓になってて、もちろん開閉ができるし網戸も降りてくるしシェードも出すことができるんですよ。でそれをつけることによってここをね窓を完全に開けることもできて換気ができるっていうのがまずバージョン1なんですよ。でバージョン2に関してはここねアクリル窓をつけます。そしてですねこちらのシンクのところの窓のところにねこれよくパソコンとかのこうファンをねこうつけて、でこっからですねまあ空気を吸って下にね排気しましょうっていうですね、これはねバージョン2なんですけども、ペアグリルウィンドウねバージョン1とねバージョン2も設定されておりますので、まあ、換気ができるようにねなればいいな、そして網戸が出ればいいなっていう風に思っている方はバージョン1でもいいかもしれないですし、室内の空気を吸っても排気したいと、もう換気したいんだっていうんだったらこの、ね、バージョン2を選んでいただければですねこの中を換気することができます。で今ですねこのアトレーもまだ出たばっかりですので、ここに対する網戸はですねまだそんなに出てきてないんですよ。でもう少し時間が経てば、まあ、このねこの開き方の窓でも網戸が出てくるかもしれないんですけども、今の状態ではですねこういう感じで、ね、なかなかね物がありませんので、完全にね換気をしたいだとか窓を開けて網戸にしたいよというんだったらですね、そのモカモーターさんが設定されているですねペアアクリルウィンドウのですねバージョン1とバージョン2もですねぜひ検討ザイルの中に入れてみてはいかがでしょうか。オプションのフレキシブル 2way テーブルをご紹介します。テーブルを使わない場合はこのようにボックスの中に収納することができます。こちらにはオプションの FF ヒーターが装備されているんですけども、収納スペースとしても使えますよね。室内で 2way テーブルを使用する際はこのように両キャビネットの扉を開けます。そしてこの真ん中のスペースに 2way テーブルをはめ込むと
大きなテーブルが出来上がりました。これだけ大きなスペースがあると車中飯も作ることができますし、もちろんデスクワークもすることができますよね。また就寝する際にベッドマットの周りにある小物なんかを置いておけばベッドを広く使うことができますよね。 2way テーブルですのでもう一つ使い方があります。車両最後部のバックドアを開けたところにもテーブルのレールがありますので、アウトサイドでテーブルを使うことができます。もちろんこのテーブルを出すという行為は道の駅ではすることができませんのでご注意ください。はい、今回のですねミニチュアクルーズアトレイいかがだったでしょうか。まずですねこのベース車両なんですけど、ターボ車をですね選択するねできるようになったことが非常に大きなポイントかと思うんですけども、運転席もあるとですね外装もね非常にスタイリッシュです。そして今の時代ですねキャンピングカーのベースとはいえ、衝突安全防止予防のですね安全装置がついてないとなかなか厳しい時代になってきたんですけども、これねスマートアシストスマーシがついて、そしてですね両側のですねオートスライドもついてるんですよ。県のですねキャンピングカーのベースってやっぱ商用の車が多かったので、やはりですね、まあ、商用感がね強い車がね多かったかもしれないんですけど、今回のこのアトレイはですね非常にスタイリッシュになりました。そしてこのキャビン部分なんですけども、これ家具の色がですね、まあ、以前のミニチュアクルーズと比較するとこう白っぽい家具になってるんです。今ですねヨーロッパのですねキャンピングはこういうね白家具が結構流行りなんですけども、まあ室内のね限られたスペースしかないので、この白家具にすることによって非常に、ね、広くも見えますし、こういうね家具を機能的にこう配置されてますから、これねポップアップルーフはねない車両なんですけども、非常にですね使いやすい車両になってるんじゃないかなと思います。ですので今軽キャンピングカーをね検討されていて、まあポップアップねなしでもいいよっていう方はですね、このミニチュアクルーズアトレイがですねひょっとしたらぴったりかもしれません。はい、今回はですね四国は香川県のキャンピングカーメガディーラー岡モーターさんが製造販売しておりますミニチュアクルーズアトレイ、こちらをですねご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。